第1章ナルトの帰郷。なあエロ仙人。なあ俺ってば桜ちゃん好みのいい男に成長したよな。アホがわしとの修行を何だと思っておる。きっとさくらちゃん驚くぞ。俺って一回りも二回りも成長したもんな。まあナルト、すっかり見違えたわ。私のキラキラ乙女心はドッキドキなの。確かにバカっぷりだけは急成長したようじゃの。はあ、ところで草むらに潜む愚か者ども、わしらの尻を追っかけて何が楽しい。用があるならとっとと姿を見せんかの。てめえら金を出しやがれ。まだ死にたくねえだろうが。ハグ盗賊っつうのはどいつもこいつもバカの一つ覚えだってばよ。だとてめえこのガキがぶっ殺されてえのかよ。そう言ってやるなナルト。連中ある意味貴重な人材じゃぞ。は？わけわかんねえってばよ。エロ戦にも始まったか、お年寄りのあれ。けえな、わしゃまだボケ取らんわい。そうじゃなくてよく考えてみ。修行の成果を容赦なく思う存分試したいと思うじゃろう。連中ならほれ好き放題にな。そう考えれば得がたい人材じゃろうが。なるほど、こいつらぶっ倒しても問題ねえよな。わしが許す。思いっきりやるがよい。へへ、じゃあまあ遠慮なくボッコボコにしてやるってばよ。
はしゃぎよって。懐かしい。全然変わってねえってばよ。綱手のばあちゃんの顔岩が増えてやんの。え、ナルト？ナルトなの？さくらちゃん。久しぶりだってばよ、さくらちゃん。渦巻きになると、ただいまご帰還だぜ。やだ、あんた、私より背高くなったんじゃない？ん？そういえば。立派になったじゃない、ナルト。でも、変わったのはあんただけじゃないわよ。ああ、少しは女らしくなっちゃった？私。大丈夫、全然変わってないってばよ。こいつは相変わらず乙女心のわかんないやつ。久しぶりじゃのう、さくら。綱手は元気か？お久しぶりです、ジライア様。師匠ならジライア様の帰りを首を長くしてお待ちでしたよ。よせよせ、あいつがそんな玉ではあるまいにの。それよりジライア様、ナルト本当に強くなったんですか？なんかこう、図体だけは大きくなったけど、中身は全然成長してないみたいで。それを言われるとわしもつらい。だが強さだけなら太鼓判を押すぞ。そうなんだ。ねえナルト、ちょっと私に付き合いなさいよ。さくらちゃんからお誘い？付き合っちゃうぜ俺ってば。じゃあ私についてきて。本当に強くなったか試してあげる。あ、ほら、グズグズしない。ちゃっちゃと済ませるわよ。さくらちゃん、待ってよ。さくらちゃんってば。Ha!